パラチフス熱、またはパラチフスとは、血清型がパラティフィエのサルモネラ属の細菌によって起こる細菌感染症である。一般的な症状は腸チフス熱と同様で、細菌曝露から6日から30日後に症状が現れる。大体の場合が数日かけて徐々に発熱し高熱を発症する。症状は脱力感、食欲不振、頭痛が一般的である。 一部の患者には、皮疹とバラ色の反転ができる。治療をしない場合、症状は数週間から数ヶ月続く。人によっては感染していても症状が出ない場合があるが、症状がなくても最近は他人に感染する。腸チ,チフスとパラチフスの症状の重度は同じくらいである。パラチフス熱は、腸チ,チフスに並ぶ、腸管発熱の一種である。 パラチフスは、腸管や血液中に生息する血性型パラティフィ A のサルモネラアンテリカが原因で起こる。パラティフィ B、パラティフィ C による感染症はパラチフスから除外され、サルモネラ症と改められた。その感染経路は、感染した人の糞に汚染された水や食え物を口にすることである。また、感染者が調理したものを食べることによって感染する場合もある。 リスク要因としては貧困人口の密集した不衛生な環境である。稀に性行為によって感染することもある。動物の中では人だけに感染する。診断方法は菌の培養、血や血便からの細菌の DNA、骨髄の検査で確認される。菌の培養は困難な場合がある。骨髄検査は最も正確な診断方法である。パラチフスの症状は 他の多くの感染症と似ている。チフスはパラチフスとは関係のない病気である。パラチフス専用のワクチンはないが、超チフスワクチンで多少の効果が得られることもある。予防には、清潔な飲料水、衛生環境、正しい手洗いである。治療は、抗生物質のアジスロマイシンを用いる。一般的に従来のいくつかの抗生物質に対しては抵抗し効果がない。 パラチフスは年間で約6万人に影響を及ぼしている。一般的にアジアでよく見られるが、先進国では稀である。多くの場合は、パラティフィー B や C より、パラティフィー A に類るよものである。2015年のパラチフス熱による死亡者数は約29,200人。1990年は約6万3,000人である。治療しなかった場合、 死亡リスクは10%から15%、治療した場合は1%以下である。ありがとうございます。